んにちは。マリサだぜ。レイムだよ。主のシャルです。今回プレイする楽曲はこちら、フェイントライト、だぜ。フェイントは、かすかな、って意味らしいね。直訳すると、かすかな光、って意味かな。多分そうだな。一つ声が増えたね、やったー。アーケアは英語学習アプリだった。一石二鳥だね。英語では、キリングトゥーバーズウィズワンストーンだね。無理に英語にしなくてもいいんだぞ。さて、どうやってこの話を終わらせようか。寝たい寝たい。心の声までせんと、それは知っている。楽曲の交差だね。交差。頭が後で交差、違いだぞ。なんだかリンゲネの最初のところみたい。僕も練習してるだけに思った。だからって練習結果と言われるとそうでもないのかな。うお、遅くなった。どうしても身構えてしまうわね。リズム取れてないからな。気持ちだよ、気持ち。てかちょっと待って。何このリズム。やばい、全くリズム取れない。じゃあ今使ってるのは、もう気で使ってて。フロアじゃなく使いだからまたやらしい。マジそれ。逆に3倍からリズムは体いてる。100回ピークで直してこい。はい。でもこれ、理論値難易度とかかなり高そうだけど。ああ、それは大丈夫。もう理論値10人以上いるから。ふぅ、さすがっす。機械の高さ微妙に変わってるのにね。ノープレイ中。よっ、高く進める。ダメじゃないか。結構上での動きが大きいね。認識しづらそう。いったら難しいねこれ。もう配置に関しては慣れればなんとかなるんじゃないか。まあ最近はケアできてないんですけどね。は？最近はダイナミックとオーバーラピットばかりやってるよ。ボロボロにされるけど。うん。やっぱり6回の練習。うん。精度が取れなくて本当のことを。ここを抜きでも難易度1に1時間くらい連発してたもん。その1時間があれば試験の点も伸びたかもしれないのに。この曲あれだよね。納期間の密度小さいのに、リズム感や跳ねリズムの程度難しいよね。体力のない僕からしたら嬉しいんですけどね。筋トレして、どうぞ。そろそろネタも作ってきたので最近の話でもしますか。果たして許されるのか。許してる。その時も音劇あった。音劇言うからごめんなさい。そうだ、せっかくだし音劇について話そうか。心臓が無理やりすぎる。音劇はね、コンクリートが追加された時に、初めて触ったんだよね。ちょうど1年か少し前だな。最近かは、精神衰えの初心者だった僕は何もわからなくて、選択画面とか仕組み方も全く理解できてなくて、苦手意識って言うのかな。それが自分の中であってそれから触ってないんだよ。今度で得した時にでもやってこいよ。あれも一応6系みたいなもんだろ。てか、事前に下調べくらいはしときなさいよ。本当にその通りだと思ってます。他の人の違いとか見てて楽しそうだから思ってるんだけどね。本当に音劇。円盤系多いな。右押しできたら楽になりそうだし頑張ります。ちなみに名前は、1回まで特別感音も消えないからどうです。隕石にならないようにね。気をつけるよ。もうそろそろ曲が終わりそうだぜ。また時間のある時に決めておきます。曲はすごいかっこよかったけど、譜面の癖があって一筋縄ではいかなそうだね。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思っていただければぜひチャンネル登録お願いします。高評価やコメントも待ってるぜ。また、他の動画も見てくれると嬉しいよ。それじゃあ改めて、ご視聴、ありがとうございました。